バイク女子チャンネル。血の匂いが。抜いて抜いて。はい、皆さんどうもこんにちは。パピプペパルパル、どうもパルパルです。よいしょ。今日は6日目だと思う。はいはい、出発。さて今日はですね、急遽今日の朝に今朝ご飯を食べてる時に思い浮かんで決めたんですけども、なんと本当男女の石はあるんだけど、ほとんど男女のあれがないらしい。丸見え、外から丸見えなんだって。でもバイバーイ。でもなんかタオルを、太陽さんがですね、サンサンで出ててですね、もう確実に熱中症になりそうな陽気です。暑い、結構暑い、すごい暑い。暑いばっか言ってるけど暑いよ。牧場が多いです。ソフトクリームとか食べたいんだけどな。あ、めっちゃ牛の血の匂いがちんとガソリンスタンドないかね。あ、あるな。あー、すごい日差しがカンカン照り。今日が一番暑い日かも。わーわーわー、一応まあまだ1週間ぐらいしかいないけど。わー、またすごい道。わー、すごいな。こんなさ、こういうまっすぐなさ道ってなかなかさ、このくらいの距離でもないよね。わー、なんかさ、後ろにめっちゃ10台ぐらいいてさ、マス通の先頭の人みたいになってて怖いんだけど、どうしよう。やば、抜いてってくれないかな。超怖いんだけど。何これ、うそー。なんかめっちゃヘッドライト見えるよ。抜いて。抜かないの、嘘でしょ。まさか美幌峠まで行くのかな、みんな。ちょっと北海道で急にマス通になっちゃった、どうしよう。どうすんだろう、みんな、この人たち。ちょっとめっちゃ前に出てて曲がりにくいんですけど。めっちゃ曲がってきた。あ、めっちゃ曲がってきた。あ、めっちゃ曲がってきた。いっぱい。やばー、マジ。滑るって書いてあるカタカナで。これみんなさ、まっすぐしてんのか、それともさ、偶然出会った皆さんなのか。やば、え、めっちゃいるじゃん。やっぱり後ろにもめっちゃいるよ。みんな美幌峠行くんだね。後ろについていきたいんだけど、なんで私が先頭なのかよくわかんない。あ、抜かないんだ、マジ。全然抜いてってくれていいんだけど。また私もしかして生贄にされてる。すごい、教習所だ。広い広い、バイク置いてあるよ。あ、めっちゃいっぱいいる。1,2,3,4,5,6,7。でもやば、怖っ。あ、絶対みんな美幌峠じゃん。しかも私ね、ドゥカティだけどね、遅いドゥカティなんで。速いドゥカティじゃないんで。私ね、ドゥカティだけどね、遅いドゥカティなんで。速いドゥカティじゃないんで。ドゥカティだけどね、遅いドゥカティなんで。速いドゥカティ。安全運転気味なんで、どっちかっていうと。どんどん抜いてってください。あ、抜いてた、抜いてた。あ、よかったよかった。どんどん抜いてって。あ、よかったよかった。めっちゃいる。4、5。まだ後ろにもいるし。ヘッドライトついてない、後ろのやつ。
ついててみようかな、あれに。俺もまっすぐさせろー。いやー、バイバーイ、バイバーイ。前回ね、美幌峠はね、私ですね、めっちゃキリッてて雨っぽくて何にも見えなかったから、今日晴れててすごい嬉しい。めっちゃ嬉しいよ、めっちゃ嬉しい。わ、前からもうめっちゃライダー来るな、すごい。やっぱ今日気持ちいいもんね。今日ね、ガソリンスタンドの人に聞いたらね、バイバーイ、30度だって今日、30度、バイバーイ。まあ、私はね、公道で飛ばす趣味はそんなにないんで、ビビリなの。チキンライダーなんて、どっちかっていうと。チキンラーメンじゃなく、チキンライダー。チキンラーメンじゃなく、チキンライダー。バイバーイ。チキンラーメンとチキンライダー。ちょっと今思いついてるんで、見ただけです。すいません。目が痒くなるんですけどってね、ガソリンスタンドの人に言ったらね、どうやら白樺ちゃんも花粉が出るらしいんだよね。あー綺麗だなー。いやー嬉しい、本当こんな晴れてて。あー気持ちいい、最高だぜ。あーこの辺は本当素晴らしいよ。バイバーイ。そういえばさっきな、道の駅でもな、子供にが手振ってくれたんだけど、北海道の子供はライダーに手を振ってくれるっていう、すごい優しい子供説。いや別に手振らない子供が優しくないわけじゃないんだけど。バイバーイ。あー気持ちいいね。今さ、千葉ファームっていうのがあったんだけどさ、千葉ファームのさ、YouTube があってさ、挨拶するとしたらさ、バイバーイ、北海道はやぶさ多い説。千葉ファームのさ、挨拶するとしたらさ、どうも北海道だけど、千葉ファーム、園主のパルパルですみたいな感じだと思うんだけど。めっちゃ雑い、雑い挨拶だ。わー、すごー、バイクだらけ。お、すごい。